世界のヨーロッパのある国、ある時代によく似て、キャリアコースを望む方が合理的であろう。もうなりたいのか、このウジ虫どもめ。神は我らと共に。軍人だ。上がやれというのであれば完遂するのみ。だがある程度の処罰は覚悟しておけ。輪をかぶった化け物です。まさに理想的だ。わかりました。だな。刑事上の存在にすがるなど所詮は無能のやることだ。数日後にはデートでコーヒー片手に出世コースか。いかにも。はっ、これほど嬉しくない再会も珍しい。あいにく神とやらにすがるほど追い詰められてはいないので。悪質すぎるマッチポンプ、どこまでクソったれなんだ。ないかと。なんだと。呪われた宝珠とは、存在 X に災いあれ。はふふん、始めよう。この手違いが実弾も含まれているようだ。デグレチャフ少佐、参謀本部より軍用通信です。通信は急ぎとからこそ分かりませんね。なぜ展開先は南東の駐屯地。ビザはお持ちではない。首都だ。確かに私がやった。いたずらと思っているようです。さて帰還するとしようか。大大将、ようやくお出ましか。こんにちは。そしてさようなら。北方の司令部は随分と恵まれているようでしたので、つい後方後方後ろ背後。まったく鉱山のカナリアの気分だな。鳴き声など聞きたくもない。さっさと行動に備え。逃げたらキャリアが消えるしな。うん、少し早いが自分へのクリスマス。大大諸君、賑やかになってきたぞ。我々は共和国軍の拠点を叩くのみ。ルールにのっとって勧告を行う以上は心置きな。まさに千載一遇の好機。図書館通いの甲斐があったな。精神的に無防備になった相手を説得すべき。そう主張したファシストは悪魔的天才だな。え、これも神のお導きであられるな、少佐。ドクトル・シュゲだ。お、音速を超えたことによる増波効力の急増や衝撃波の対策。天の災いです。番犬は優秀であるということを教えてやれ。安全な後方で出世するはずが、どうして。気がつかなかった。お手出し無用に願います。何か重大な会議でも。おそらくビアホールかと思いますが。ビアホール。貴様を切り刻んで豚の餌にでもしてやると。クソタレの神に、我らが戦場は不似合いだ。今こそ神の仕事を肩代わりしてやろうではないか。我ら将兵のあるうちは我々が神にとって変わるのだ。傲慢な神とやらを失業させてやる。かぶった化け物です。
では戦友諸君、戦争の時間だ。